聞こえてくる潮騒と照りつける日差し、この場所で俺はどんな出会いをするんだろう。今村康平だ。日和くん、心配したのよ。私たちと一緒に住むっていうのに。何してるの？大学生活始まるとき、ワクワクした？美しい海に囲まれた島で若者たちを待つのは夢の大学生活。なんで？なんで？何があった？なぜ俺は裸になってる？もう一人いた。もう一人いた！なんだ！ようこそダイビングサークル。なんで女子高生美少女サークルがないんだ。名誉と変態。うるせえ。怒りで白目向け。私の青春も最高の日。恋、友情、夢、世界よ、これが日本のキャンパスライフだ。僕と付き合ってください。お前しかいないんだ。ウェルキュー。